こんにちは。日本一優しい本格パン作りのミカです。2020年3月末に日本一優しい本格パン作りの教科書という本を出版しました。これまで1万人以上の生徒さんにお教えしてきたパンを少しずつ皆さんにもお伝えしていきますので、楽しみにしていてください。今日は高加水低温長時間発酵で作る食パンをご紹介します。小イーストで油脂も使いません。本当にね、お粉の味を楽しむシンプルな食パンです。最後までぜひ見てくださいね。では始めていきます。材料の説明していきますね。タッパーに牛乳 200g を先に入れます。そこにインスタントドライイースト 0.5g、 1g 測って半分にしてください。塩 4.5g、 砂糖 10g を入れてゴムベラで軽く混ぜ合わせます。混ぜ合わせましたら強力粉、私はイーグルを使っていますが、こちらを 250g 入れていきましょう。でゴムベラで手早く混ぜ合わせていきます。角のところにね、お粉が残りがちですので、角のところもね、しっかり混ぜていきましょう。最初に水分入れておいた方が角のところにお粉が残らないので、後からお粉入れる方がいいですね。しっかり合わせます。粉気がね、残らないようにしっかり混ぜてください。水分がなくなったけれども粉気が残っている時には、少しね、生地を広げるような感じにして混ぜてあげると混ざりやすいです。そうそう、前回の動画でご紹介したダンジョンに出会いを求めるのは間違っているのだろうかってアニメ見てくれた人いますか？面白くなかったですか？結構ね、感動したんじゃないですかね。まあ、もし誰も見てなくってね、これ今語ってたらまたアホみたいな感じですけどね、私あの後ね、また見ましたよ。はい、しっかり混ざりましたので次の作業をしていきます。次はですね、グルテンを伸ばすという作業をしていくんですね。ゴムベラに生地を引っ掛けてゆっくり持ち上げます。まだグルテンができていないのでブチブチ切れてしまいますが、ゴムベラに引っ掛けて持ち上げて二つ折りをするっていう作業をしていきます。これゆっくりやってください。ボトってまだ落ちちゃいますね。グルテンがつながってないのでまだまだ切れやすいです。何回かやってるうちに少しね、グルテンつながってくると思います。これね、やるのとやらないのね、全然美味しさ違ってくるんですよ。生地って置いとけばグルテンはつながるんですけども、やっぱりね、長いグルテンを作るってことがものすごく大切になってきますので、この作業をね、忘れずにね、してくださいね。少し生地伸びるようになったの分かりますか？で、粉気が残ってないかも一緒に見ながら持ち上げて落とすをやっていきます。はい、そしたらね、ゴムベラをカードのね、平らな方できれいにして蓋をしましたら、室温で30分置いておきます。今の生地の状態を覚えておいてくださいね。はい、30分経ちました。生地どんな風になってますかね。またさっきみたいにゴムベラに生地を引っ掛けて持ち上げていきます。結構重いですよ。ぐーんと伸びますんでね。生地さっきと全然違うの分かりますか？すごい伸びてますよね。これタッパーを回転させながらしっかり伸ばしてください。生地もね、滑らかになってきてるんですよ。ちょっとね、ちゃんと先生っぽく説明してますね、私。はい、何度かやってると伸びなくなってきますので、伸びなくなったら終了です。またね、室温で30分置いときましょう。はい、30分経ちました。生地また伸ばしてみましょうね。ぐーんと伸びます。ここ丁寧に伸ばしてください。でまたね、伸びなくなるまでパンチをしてもらう、あ、これパンチって言うんですけどもね、してもらうんですけども、この後ですね、2時間半から3時間ぐらい室温に置いといてから冷蔵庫に入れてください。まあ、24時間以内に次の作業をしていきましょう。だいたいね、今の高さより2倍ぐらいになったら発酵完了になると思っててください。で、できましたらですね、分割をする1時間前には冷蔵庫から出すようにしておきましょう。はい、17時間経ちましたので、私はこれから成形をしていきます。型にバターを塗っていきます。型の大きさは概要欄に書いておきますので、そちらを参考にしてください。バターがなければサラダオイルでもオリーブオイルでも OK です。
はい、生地はどんな風になってますかね。膨らんでるの分かりますか。かなり膨らんでますよね。網目も見えます。発酵してるっていう証ですね。じゃあこの生地外に出していきます。打ち粉をします。打ち粉は純強力粉を使っています。生地の表面全体に打ち粉をしてあげて、ベタつくところがないようでしたら、カードの短い方をね、タッパーと生地の間に差し込んで隙間を作ってあげたらひっくり返します。自然に落ちてくるのを待っててください。で、結構生地が冷たいと自然に落ちてきにくいので、その時にはカードを使って出してあげましょう。網目がね、しっかりできてますよね。2分割にしていきます。1個がだいたい 230g ぐらいですかね。2分割にしてください。 5g ぐらいの差異はいいですけどもね、それ以上になる場合は生地をね、小さく切って移動してあげましょう。まだちょっとね、差がありましたね。そしたら手前からくるりと一巻きして20分このまま室温で置いておきます。20分経ちましたので成形をしていきます。真正面の生地を中心に持ってくるような形にして一周ねしましたら、周りの生地をさらにね、中心に集めてしっかりつまんでください。はい、ここでね、もう少ししっかり閉じ目を閉じていきますね。しっかり閉じられましたら型に入れていきます。はい、もう一個同じようにやっていきましょう。この後最終発酵をしていきます。最終発酵の時間なんですけれども、成形した時の生地の温度によって時間がかなり変わってきます。生地が冷たい人はちょっとね、発酵時間が長くなります。35度で1時間半から2時間ぐらいかかると思ってもらうといいですね。目安はパン生地の山の頂点が型のね、高さと同じぐらい、もしくは少し下になるくらいまで発酵させてあげてください。で、途中オーブンに余熱を入れましょう。天板を入れて240度で温めておいてください。オーブンに余熱を入れたら型をオーブンのそばに置いておいてもらってもいいですよ。はい、発酵終了です。ほぼほぼ型とね、同じ高さになっているかと思います。そしたらオーブンに入れていきます。230度で20分焼いていきます。途中焼き色がついたら温度を下げてください。スチーム入れていきます。焼き上がりました。オーブンから出していきましょう。オーブンからね、出しましたら型をね、叩いてください。油脂が入っていないのでオーブンに入れてからあまり膨らみません。最終発酵ね、しっかり取っていきましょうね。はい、この角を見てください。角がね、カクカクってなってるのは過発酵なんですね。角が少し丸いくらいがいい食パンの焼き上がりになりますので、これを目安にしてみてください。では今日はですね、焼きたてをちょっとね、裂いてみますね。ぐっと、うわー、すごい湯気なの分かりますか。生地もね、引いてるの分かりますか。美味しそうに焼き上がりました。焼きたてをカットしちゃうとね、表面が乾燥しちゃうのでくっつけて置いておきます。いかがでしたか。このパンですね、パンチをすることによってグルテンをつないでいるんですけども、まあ 70% 前後だったらまだ叩いてミキシングもできますのでね、両方試してみてください。じゃあカットしてみますね。どんな感じでしょうか。ちょっとね、ふかふか感も見てもらおうかなと思っています。押してみますね。ほら、すごい弾力のある食パンだってわかりますか。全然潰れないですね。で、硬化水なので、まあ、5日ぐらい経ってもしっとり感抜けませんので楽しんでください。私は普段食パンを全く食べないんですけれども、特にバター嫌いなのでね、バター塗ることないんですけどね、せっかくなので食べてみますね。いい音がしました。とってもね、サクサクして美味しいです。このパン、焼いて食べるのとそのまま食べるの全く違うね、食感が楽しめますので、ぜひ両方とも試してもらいたいなと思います。ミキシングやオーブンの使い方なんかはこちらの本に詳しく書いています。ぜひこちらの本も合わせて使ってみてください。自家製工房のオンライン講座の他に、イーストでのパン作りのオンライン講座も始めます。楽しみにしててください。
ではまた。